岩佐と申します立って話せるんですけれども突然なんか椅子で喋りたくなりましたんで用意していただきましたので座って話させていただきます <laughs> 初めにですねこの置いた1階の映画人がどうしてそのチベットと長い 関わりを持ったたかかととといいいうことから始めたいと思いますで実は私は15年前それは私の還暦を過ぎて23年経っておりましたが全く偶然にですね一人のチベット人の難民と出会ったんですでその彼が自分が育ったというあのネパールにある難民キャンプに私を連れて行ってくれました でえー、そこで私は初めてチベット人と出会ってるんですけれどもその生活ぶりを見ていてですね待てよ我々日本人は大変大切なものを失ったんじゃないかということに気づいたわけですで、えー、その失ったものは何であるのかでそれを探るためにそしてまた そのチベット人特有のですね魅力もありまして私は15年間それからチベットと関わってまいりましたでその間に3本の映画を作りましたでその最新作「オロ」という映画が今年の早々に完成しましてこの夏東京・川切に公開をいたしました今も地方でやっておりますでこの「オロ」という映画は チベットに住むその6歳の少年がヒマラヤを越えて、えー、チベットの亡命政府が運営しているう寄宿学校に生活を始めましてそして10歳になったところで映画と,で映画と出会いましたで、えー、そのオロという少年はあこれですで、えー、この映画をですねあのクランクアップしましたのが 昨年の1月でインドで撮り終わって私は日本に帰ってきまして、えー、ほんのしばらくした時にですねこれはまだ編集を始める前に始める前にかの3月11日東日本大震災を迎えたわけですあの地震津波そして打ち続く原発の事故のニュースを 毎日目の前に起きながらですね。私は不思議なことに。とってつもない遠い昔のことを思い出しておりました。それは私が十歳の時。日本国が破れたあの日。つまり昭和二十年。八月十五日。あの時のニュースを聞いていた少年がですね。国が壊れるっていう感覚を持って。 迎えていたわけですねそれが今テレビの前を見ながらテレビの画像を見ながらですねその感覚が蘇ってきたわけです国破れてこれから生きる10歳の少年オロそして私もまた国破れてこれから生きなければあのこれからの人生が始まる10歳の少年、まあ、奇妙な一致をその時感じたわけですけれどもその時にですね もう一つ原発事故というものが起こったならばこれは単なる過程じゃなくて十分起こりうる危険性を持っていると思いますがそう,でそうなった時はですねおそらく日本国内に吸収しきれない難民が国外に出ざるをえないだろうとつまり国際法上の難民になるだろうと本当に奇妙なところでチベットと我々は ここんななにに近いところになってしまったんだといいう思いがしたわけですで、えー、最初のですね、えー、チベットにどうしてこんなに関わったかということに入っていきたいと思いますが最初に案内されたあのネパールにあるチベットの難民キャンプっていうのはすでにその時点で40年の歴史を持っていましたしたがってチベットを知らない第3世代の子どもがですねすくすく成長している時期でした で、えー、つまり言い換えますとそれはですね、難民といえども本当に普通のですね、日常生活がそこで、そこにあるわけですねで、そこに私が立ってほんのしばらくした時にまたしてもですね、私は子どもの頃のことがもう全身体の芯からよみがえってきたんですこのキャンプに住んでいる人々老若男女はですねお,おじいさんと子供、 赤ちゃんん、ととおばさん、えー、誰誰,と誰、どういう組み合わせを持ってしてもですねそのお千数百人いるキャンプの中の生活の営み人と人との関係がですね、えー、道路で立ち話したり革年越しに話したりあるいはちょっとした労働を一緒にしたりしながら交わしている彼らの人と人との関係を眺めているとそこにはですね確かな絆、あるいは、 しっとりとしたこう神話感といいますかそういうものがこう私には見えてくるわけですねでこれは私が子供であったあの戦中戦後の日本に確かにあったそういうものではないかと一体そのこれが生きてるという姿ではないか幸せとは何だろう私は日本から豊かな日本から そのそキャンプにやってきて難民の人を見ながらですね幸せそうだなと思ってるんですねで、えー、この,おそのお我々が失ったものは何なんだろうと一体それをお考えたわけですけれども一つはやはりあの敗戦日本国の敗戦私は10歳でしたがその敗戦の時にですねそれ以前に持っていた あらゆる制度や習慣やそういうさまざまなことを金繰り捨てて新しい日本に向かって出発したこれは当然それでいいわけですけれどもそこに同時にですね非常に大切だったものも一緒くたに捨てちゃったんじゃないかなということを感じましたそれからもう一つはその頃から60年間の今日までの間ですね、えー、私たちは 便利さを追い求め、富を追い求めてですね。その近代科学に支えられながら、本当に大きな文明を築いていく過程で長い時間をかけて失ったものでもある。これは世界的な趨勢と思います。けれども、そういうことを思ったわけです。で、それと同時にそのチベットの人にはですね。私が子供であった頃にもない。何かこう奇妙な魅力があるんですね。 でそれはおそらくあのヒマラヤの向こうにあ,あるそのチベットの千数百年の歴史の中で培われた文化だろうというふうに思いましてそのチベットの文化歴史というものにほんの一歩私が踏み込んだんですけれどもその時その真ん中にドーンとですねチベット仏教という 仏教の思想がありその教えがですね生活のひだのひだまで入ってチベット人の中に打ち込まれているそれが証拠にあのヒマラヤを越えて半世紀過ごしているチベット人の難民がですねそういう自分たちの文化を本当に大事にしている姿が目の前にあるわけですでそれはですね生きとし生けるものへの慈しみ つまり大乗仏教の思想が本当にそういう形であるわけですね例えば夏の日にまあコンクリートっていいますか石の上にミミズがこう張ってえちょっと干からびそうになってるとチベットの人はそっとそれをつかんで湿った土のところへ返してやるこれが誰が見ていなくても本当に子供でもやるんですね。 あの大人も子供もそういうことは当たり前のこととして体でやってます。でそういうこの自分たちの文化を本当に抱きしめるようにして生きている彼らを見ているうちにですね私はなんだかそれが美しく見えてきまして、えー、彼らと出会って34年目に、えー、そのキャンプに住むおばあさんを主人公にした「モモチェンガ」という映画を作りました。それがこの こちらのおばあさんがモモチェンガです <laughs> でこうやって私はいつの間にか15年本当にチベット人と付き合い他の映画も作ってきたわけですがこれからこれぞチベット人という一つのエピソードを話させていただきたいと思います。でこれはですね私の友人が体験した話なんですけれども。 私は15年チベットと付き合ってこれは本当に一番うまくチベット人はこれなんだということを表現できるエピソードだと思いましたのでその話をしたいと思います。で私の友人チベット好きの友人がですね、えー、ラサに行ってラサっていうのはチベットの首都でありますがその首都からですね地方に向けて馬で旅したいと思って始めるわけですね。そそうするとそこに 56人のチベット人の男が一緒に馬に乗って同じ方向へ行くっていうのが分かったので同行して、えー、移動したわけですそして初め,の初めての村で、えー、一度休憩しましょうということで、えー、この休憩小屋に入るんですねで、えー、座っているとですね、えー、その店の娘さんが、えー、バケツに水を持ってものすごい ビッコでですね水があふれんばかりの,あのこぼれんばかりのビッこを引きながらそーっとその水を置いてその小屋からまた出ていったわけですねそうするとですね一人の男があいつの歩き方こんなだったねっつったらいやお前の全然似てないよこうだよっつって,言ってそのそれをつまりジェスチャーごっこで遊び始めたわけですで私の友人は身体的なハンディキャップを持った 娘さんのことをあんなにして遊ぶなんていうのは本当に心ない人たちだなと思って冷ややかに眺めていたわけです。でそうするとその女の子がまた、まあ、そのびっこで入ってくるわけですけれどもそうするとですねそのまた一人の男がこいつがねお前の真似してこんなことやるんだけどでこれが似てないからこいつの方が似てたみたいなことを言ってまた始まったんですね。そそうするとその 女の子もですね、ゲラゲラ笑いながら、いや、あんたより私のはこうだよみたいなことを言って、みんなで内狂じて遊んでるわけですね。それで私の友人はですね、さっき私はああいうふうに思ったけども、これは違うんじゃないかと、おそらくそのああいう姿を見たら、私たちはかわいそうに、そして、 えー、昔何があったんだろうとかいうふうなことを考えるけれどもこの人たちはありのままのその姿を見て即座に遊んで本人も一緒になって同じレベルで遊んでるとこれはひょっとすると大変精神性の高い世界の話じゃないかというふうに彼女は思ったわけです。でつまりこここれれはおそらくその仏教でいうところのの無分別これが最強の 人間の心であると言われているんですけれどもつまり無分別というのはものを差別して区分けして見ないつまり目の前にあるものをありのまま見て行動をすると行いをするというふうなそのそういうこの仏教でいうところの無分別の境地じゃないかと私は思いましたで、えー、これから私はですね 桃モモチェンガやオロンという映画を撮ってきたわけですが映画を撮ってきたということはつまりカメラを通してチベット人を見てきたわけですそこから見えてくるチベット人というものについて話したいと思いますでこれはですねそのカメラというものはもともと大変暴力的なもんでここに自然に行われている営んでいる生活の中へカメラ持っていってこれから私たち映画撮るのでこのお姿を撮らせてください これはこの空気を完全に乱すわけですね。で、えー、映画の側の人はよく「あのいやいつものようにこう仕事なさってこのごく自然にやってください」と頼むわけですけれどもこれは愚の骨頂です。なぜならそのことによって撮られる映像というものはおそらくいつもらしい不自然を撮ってるわけです。でこのことは記録映画劇映画を問わず映画の生命線なんですね。 リリアリティを確保する生命線でこのことにはるか昔になってしまいましたが、えー、ヌーベルバーグの騎手と言われたあのジャンリュック・ゴダールっていうフランスの映画監督がですねシネマ・ベリテシネマ・映画ベリテは真実ですね、まあ、映画の真実と言いますか。 そういうい方法を打ち出してこの問題に挑もうとしたわわけけでですすね挑んだわけですでそれはあ正確に言いますとカメラを持ち込むことによってそこに新たに生じた真実つまりカメラが回っていることを逆用してですねそこにさらに刺激を思いっきり、えー、刺激を与えてそこに波立ってくる撮られている人の心理というものを こここにに非常にビビッドな形で映像化していくでこの方法を使って彼は大変面白い作品をいくつも使ってるわけです作ってるわけです。で私はちょうどそれと出会った頃が私の映画を始めた本当に若い頃でありまして私はその方法に大変影響を受けて映画を始めたわけですけれども。 今回このチベット人を撮ってるうちにですねあのそ,のその前にもう今でも僕は撮影時にどこかにですねそのシネマヴェリテっていう方法がこの頭のどこかにはびりこ,のこびりついているところがあるんですけれどもどうもそのチベット人を撮っていてあのシネマヴェリテはこの人たちにあんまりこの通用しないんじゃないかという感じがしてきたんですね。でそれはどういうことかといいますと。 彼らはカメラがあることを意に介さないで意に介さないというよりはカメラがあることを彼らは十分よくし分かって知ってるんですねそれから映画の方が何を撮りたいということさえ非常によく理解するんですところがですねそういうことに煩わされないでその上に立って自分が言わなきゃならないこと言いたいことというものをですねまことにスーッとすっくとした この気持ちの中でそれを表現してくるわけですね。で、えー、そのモモチェンガーですねこれはもう初日からそういう感じがありましたしオロにしてもほんの短い時間の間にその境地に近づいてしまったわけです。で私はその世界のあらゆるところで、えー、その人間をとっておりますがやっぱりそのチベットっていうのは 一味違ううなっていう感じがするんです。で、この「一味違う」意味っていうのは何なんだろうかとでそれはその無垢とかですね「イノセント」というふうな言葉で言えるような感じがするんですけれどももう一つですね、えー、彼らにはその何かこう社会の,そのチベットという土壌の中で こう打ち込まれているそういう体質というのがあるのではないかとでそれはですねまあちょっと極端に言いますと本当の意味でその心の気高さというものに通じるように私は思いましたでこのような心その精神性の高い彼らがですね、えー、半世紀以上にわたって中国政府による 圧迫を受けておりますで現在でも毎日と言っていいぐらいの人がですね焼身自殺をもってその理不尽な政策に対して抗議をするつまり武力をもって戦う棒切れ一つもって戦わない仏教徒たちがですね自らの命を絶って抗議をするということが後を絶たない、はい、そして命がけのヒマラヤ越えをしてですね今でも 難民が自ら難民になろうとする人が出ているとそういう状況が続いているわけですで15年もそのチベットに付きあったわけですからそれじゃあその彼らの痛みが分かりましたかと問われるならばそれは私は分からないと答えるしかありませんなぜなら私はチベット人でないからですししかし人間にはですね 想像力というものがある。で、その想像力を持って。相手の痛みに近づくことは可能です。で、そのことによって、相手は。閉ざしていた心さえ開いてきます。で、そこに交わされる交換、あの感情の交わりですね。交換っていうものが。やがて喜びに変化していく。で、そういうことを体験してきたわけですけれども。その。喜びがですね。あの。 あるわけけですけれども私たちは3月11日にですね自分たち自身の大きな痛みを,おあの痛みを覚えましたそして今もそれは続いてるわけです。でその痛みの地点から相手の痛みにこの痛みに想像を及ぼす時にですねそ 去年の3月11日よりももっと豊かな想像力を持って彼らに迫ることができるということを私は感じておりますそしてそこに交わされる交換が喜びであると同時にその喜びそのものが希望なんだという感じがしてるわけですつまり私はですね50年100年後の人類がどうなってるかって問われたら まあ正直に言いますと私は大変絶望的な答えが返ってくるんですねしかしそんなことよりも今日々交わされている今言ったような交換そのような意味の日々の希望とそういうものを持続させていくことがまさにそれが希望なんだというふうに私は今感じておりますがこれは本当にチベット人から教わったことだと感じております今日の話はこれで終わらせていただきます。